はい、こんにちは。マリアレイキンドーテニススクールの星野です。はい、高橋です。さあ、今日は、リンスさんね、取り扱っているのはグローブライドさんという会社なんですけど、本社のテニスコートにお邪魔させていただいて、今日はプリンスのね、動画をね、はい、撮影させていただくんですけど、はい、せっかくね、本社にお邪魔させていただくということで、ゲストを2人紹介したいと思います。はい、紹介したいと思います。多分皆さん知ってる方だと思います。はい、皆さんも動画でね、見てると思うんですけど、お願いします。はい。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、僕からでいいです。どうぞ。グローブライドの、関口と申します。よろしくお願いします。お願いします。グローブライドの望月です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では4人でね、プリンスのいろいろメーカーのこととか今の取り扱っている商品のこととかすべてね、うん、洗いざらい細かく洗いざらいいろいろとね紹介していただきたいと思いますので、はい、ぜひ3本にまとめて、シリーズで上がりますので最後までご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそしたらですね、今話題の新作のビーストについてやっていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。ビーストわしゃ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 はい、じゃあまずビーストシリーズの、はい、はい、一応今ビーストシリーズは、重さ 300g と 280g あって、種類3種類あります。3種類、はい、で今高橋コーチが持ってもらってるのがビースト100、はい、一応ノーマルですね。ノーマルタイプ、ノーマルなので、はい、いわゆるこう中圧の良さを出しているので、このビーストシリーズの中だと一番弾き感が一番強く出る、弾きが強い。一応こう弾きのビースト100といけます。弾き100。はい、弾きやすい。弾きやすい。で、はい、星野コーチが持ってるのが、ビースト DB100 といって、ここのヨークの部分にエラストマーっていう素材が入っていて、まあ簡単に言うと、はい、衝撃吸収材がラケットに埋め込まれてるので、こっちの弾きに比べると衝撃吸収性も良くて、かつボールの乗り感が、球乗り感が出るので、こうラウンドの良さの弾き感もあるんですけど、その前に少しこう食いつき感が出やすいので、食いついてからボールが弾くっていうイメージになって、少しこれは乗りの DB 引くと言っています。乗りの DB、 はい、乗り DB で、最後は O300、 これはプリンス独自のテクノロジーで穴開きですね、いわゆる。で、大きな穴が開いてるので、これめちゃめちゃ空気抵抗が少ないので振り抜きが抜群にしやすい、バッツグ。こう、振ると、ちょっとキュッキュッて、ピュッと音が鳴るので、普通のラケットよりも非常に振り抜きがしやすいっていうので、振り抜きのビースト O300 っていう3種に分かれてるので、はい。乗り、振り抜きっていう3種になってるので、まあこれも個々で、こうスイングによって合う合わないとかあるので、こう3種試してもらって、なんか一番合うビーストが見つかってくれたらなと思うんで、はい。3つに分かれてます。はい、はい、一応おまかにはこの3種類になってます。とあら、かわいい。キャワー、キャワー、キャワー、キャワー。これはまだ発売前になるんですけども、ビースト O3 の104、ちょっとフェイスが今のは全部100なんですけど、104でちょっと大きめになってるので、うん、一番こうスイートスポットも広くて、一番ラケットにパワーがあるので、うん、まあ、女性の方だったりとか、これからテニス始めますっていう方だったりとか、すごくラケットにこうパワーを求めたい方とかはおすすめの104ですね、うん、なんて言ったって気分ありますから、かわいい、今日はですよ、色がね、ピンクですよ、光沢かかってますよ。そうなんですよ、ちょっと普通のピンクよりかちょっとこうキラキラしてて、見る角度によってちょっと紫っぽく見えたり、うん、ピンクに見えたりして、はい、ちょっとこういうキャワーの104、キャワーの104、はい、キャワーの104、それで覚えてキャワーの104、名前がキャワーの104だよ、はい、行きますよ、はい、4種類ですね、正確にはなってるので、ぜひこれはもう発売済み、104はまだ、キャワーの104は発売、はい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 、じゃあちょっと細かい説明を昨日の説明、はい、やります、やらないやらない、そこ皆さん求めてると思うんですけど、はい、まず共通する機能、このシリーズ共通する機能で PVS ってプリンスで前作から搭載してるんですけど、うん、これ見えないんですけど、このフレーム内部にグリップのところに前作から振動調節剤吸収するような素材を中に埋め込んでます。
で、これあの完全に込めちゃうというよりもどちらかというとイメージはここで起きた装備品っていうのが下に降りてくると思うんですけど、ふるいにかけるような感じで、周波数 この雑な大きい振動だけ止めて、うん、打球情報として必要なものだけ少しスンと降りてくるというか、調節機能がついてました。でそれ今回も踏襲してるんですけど、その部分をグッと伸ばした感じ、あの細かく言うとモデルによって内部でその伸ばした量っていう箇所を変えてるんですけど、あの基本的には簡単に言うと前よりかその部分が大きくなっているので、より吸収が良くなってますし、打感が快適になってます、よりいいものしか残さない。あ、そうです、そうです、はい、最高じゃないですか。ありがとうございます。詰め切るだけで最高です。全部止めちゃうとね、あの打った感じ鈍くてテニスやってる気持ちよさまでも、なくなっちゃうんで、それは避けたいところだったので、そういったテクノロジーが使われてます。これが3つに入ってます。お、はい、グリップの方ですね。そうです、そうです、そうです、はい、と増えて今もうぐらいまで、はい、はい、はい、入ってます。でもちろんあのちょっと追加で説明していくと、テキストリームトワロンというプリンス独自のスウェーデン製のカーボンと、うん、あとはあの防弾チョッキ、お前さんとか、うん、はい、拳銃の弾とか身を守るように、うん、あれと同じ素材のトワロンというものが、テキストリームに混ぜ込まれたものというのが、このスロートの部分とあと頭の十字理事の位置っていうのに、変わらずこれは入ってます。アンチトルクシステムといってラケットのブレを止めたりとか、うん、それはあのしっかりと今作も入ってます。それは共通機能で、で、この高橋コーチと星野コーチに持っていただいているノーマルの方のビーストと、ノリの DB の方に今回から新たにあの搭載された機能で、エクスパンドパラレルフォールっていう機能があって、あのカメラだとこれ多分ちょっと分かりづらいんですけど、グロメットが前作と比べるとボコボコとあの盛り上がってるんです。そうですね、隆起してます。そうです、そこサイドのところ、はい、前作なかったですか。前作なかったんですよ。なかった。ちょっと失敗したのは前作持ってこなかったけど、後で写真かなんかいただきます。この辺に入ってましたね。はい。でこれがあることで簡単に言うとストリングス のストレスは減らせるので、ちょっとこう打った時に、ラップがこうグッとこうたわむような感じに強くなるので、よりあのビーストらしさ、中圧で弾くんだけど捕まっている感じっていうのがさらにパワーアップしているのが今回のエクスパンドパラレルフォールの期待ですね。そしたらね、楽しくダブルスを、はい、しながら、はい、やりましょう、はい、やりましょうと思います。はい、ということで、行きましょう。お願いします。お願いします。ついてきました。Yeah.